市原英二の花万歳、阪神タイガース優勝祈願、タイガースペリア、サンスペリアの紹介をします。それではどうぞ、はい、こんばんは、市原英二の花万歳。今日はですね、何をやるかと言いますと、いやーもうね、僕もね、今門松作りでね、もう徹夜、連夜の徹夜でなんですけど、見てください、今年はね、後ろザーッと、これ何かと思いますか？これサンスベリアと言います。これね、サンスベリアはサンスベリアなんですけど、来年は皆さん一体何年か分かりますか？そうなんです、実はですね、これ虎ノ王とサンスベリアのことを別名虎ノ王と言いまして、これ虎にまつわって、これじゃーん、今流行りのタイガースベリアです。黄色と黒ですね。タイガースファンの皆さん必見です、タイガースベリア。そしてね、今日はね、なぜこれをやるかと言いますと、これ来年トラはトラ年でも36年に1回のトラ年、もうね、このトラのこのタイガースベリアを置いていただいたら、来年キングアップ間違いなしというような商品なんです。それでね、ただ単にね、タイガースベリアの宣伝をするんじゃなくて、この虎ノ王のね、今日はね、育て方をね、ちょっと説明したいと思います。うわー、これだるまやね。あのね、サンスベリアっていうのは基本的には今フルシーズンであります。そしてこの冬場のね、サンスベリアの管理っていうのはどういう管理をしたらいいかと言いますと、いやー、これだるま、金のだるまか。あのね、サンスベリアはですね、水をやってはいけないんです。冬は絶対に水をやらないでください。冬の管理はサンスベリアは何にもしなくていい。15度以上の管理をしてほしいんです。このまずね、12月から3月、4月ぐらいまで、まあね、ほんま生かさず殺さず、ほんとちょっとだけ水やる程度、そして15度の管理で4月ぐらいまで頑張ってください。そして4月以降はね、もうね、ドバッと水やってもね、構いませんけど、あとは、これ、サンスベリアのいいところはね、これバサーッと切って、ここでバサーッと切っても、5月、6月は挿し木が効きます。だからどん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 増えちゃうんです。ということでね、皆さんね、虎の、サンスベリア、そしてこれ、来年ね、タイガースファンの皆さん、祈願していただきましょう。来年こそね、タイガースファンの皆さん、優勝を目指して頑張ってください。それではね、今日はですね、後ろの素晴らしいね、タイガースベリアを見ながらお別れしたいと思います。うわー、来年はいいことあるかなー。